富士山と富士五湖富士山と富士五湖周辺の地形図左から、本須湖、小人湖、聖湖、川口湖、山中湖である。左端中段にあや下の小さな湖は、人造湖の狸湖でこれは、富士五湖ではない富士五湖は、山梨県側の富士山麓に位置する五つの湖の総称、下記の五つの湖を指す、富士急の創設者である、 堀内良平によって命名された。いずれも富士山の噴火による関止湖で、富士箱根伊豆国立公園に指定されている。2011年9月21日に、富士高校の名称で5個とも国の名称に指定され、2013年6月22日には、富士山から信仰の対象と芸術の源泉の一部として、5個すべてが世界文化遺産に登録された。 富士五湖のランドサット衛星写真。川口湖から山中湖にかけて町が発展しているのがわかる。自然流出する河川を持つ湖は、桂川の源流である山中湖のみで、残る4湖は内陸湖である。ただし、水調整や発電用として、川口湖、聖湖、本洲湖には、それぞれトンネルによる人工放水路が作られており、中でも川口湖からの放水路は、 古くから新倉掘り抜きとして、下流域に水利権があるため、川口湖は相模川水系の一級河川となっている。残る聖湖、小人湖、本栖湖の3湖及び、そこへ流入する河川は二級河川であるが、内陸県に二級河川が存在するのは、全国でも山梨県のこの3湖だけである。聖湖、小人湖、本栖湖は、 かつては、の海という一つの大きな湖であり、水面の標高が連動しているため、地下で身を共有していると考えられている。非常に雨が多く降った時には、最も湖水面積が狭い小人湖の南東に、赤池という長円形の小さな池が稀に姿を表すことがあり、これを富士六湖、富士五湖の六番目などという。ただし、大きさは、 他の湖よりずっと小さく直径50メートル程度である。近年では1998年、2004年、2011年などに見られた。富士五湖に含まれない優先群の推しの八海は、元は山中湖と共に、宇つ湖という一つの湖であったものが800年から802年の 富士山延暦噴火により二つに分かれてできた、おしの子の名残であるとする俗説が流布ふしているが、学術上では、うつ子の存在は否定されている。1927年、東京日々、大阪毎日新聞は、鉄道省公園で、日本新発見選定のため国民のハガキ投票を企画した。部門は、故障、河川、温泉、山岳等八部門、富士北麓の各戸は、 それぞれの名前で故障の部に投票を始めていた。しかしバラバラ投票では効果が上がらなかった。江戸時代には富士港において現在の富士五個に四尾連子、あすみ子、仙図子もしくは須戸子を加えた富士八回の故障は見られるが富士五個の故障は見られない。富士五個の故障は1977年に 富士急行から観光された富士山六史によれば、この時、堀内良平の胸にひらめいたのが富士五湖の名であった。良平は新聞社に行き、富士五湖の新名称で投票することの了解を取ると、共に自社の株主に一株一枚の投票を呼びかけた。締め切りまでに富士五湖に寄せられた票は360万票、故障の部二本一となったである。審査の結果、 富士五湖は日本25章に選定された。富士山の世界遺産登録をめぐり、富士五湖を含めるかどうかについて意見が分かれていた。ことの発端は2006年に山梨県が富士五湖を含めることで検討中と発したところ、富士川口湖町と観光協会などが反発。これを受け、山梨県は一度は富士五湖を外すことになった。しかし、 富士山が世界遺産暫定リストに登録された際、文化庁が富士五湖を含めないと富士山として不完全との見解を示したことから問題が再燃している。富士川口湖町と観光協会が反対する理由として富士五湖が世界遺産に含まれた場合、観光開発や富士五湖名物であるバスフィッシングや若サギ釣りを含めた富士五湖の漁業が制限され、 住民の生活に支障をきたす恐れがあるからである。2011年、世界遺産登録の前提としての5個の文化財指定申請が行われた。2013年6月22日には、富士山の世界遺産登録が決定。川口湖と山中湖はそれぞれ個別の構成資産として、もとす湖、正人湖、聖湖は、 富士山域という一つの構成資産の中の一部として5個べてが世界遺産に登録された。ありがとうございます。